それでは右がジャパンセンター。これね20年前にできたんですよ。日系の方がねちょうど20年前にね米本土移民100年祭というのをやったんですね。その時の記念でね日系の人だけじゃなくて土地のね企業の進出企業の人とねみんな一緒になって作った、非常に仲良くやっておりますけどね。で今ちょうどここが真ん中あたりなんですね。渡り廊下があって両側ジャパンセンター。今はねこの辺を全部ひっくるめて J ターンね、J ターン。で先日のウィークエンドはねボンダンスがあったばっかり。こちらの人はボン踊りって言えない。ボンのね N とね踊りの O がくっついたでボンダンスと言いますね。でここでね歩行者天国にしてね浴衣を着たりうちわを持ったりでも寒かったですけど。それではね、右の方がジャパンセンターで左の方が日本橋ですね。Ladies first in America. Lots of gentlemen. Gentlemen, eh? All right. In Japan, man first. Make all the ladies happy. Thank you. Open it up. Slow down. はい、こんにちは。こんにちは。今日どちらからいらっしゃいました？今日ですか？今日って日本ですけど。
横浜です。横浜ですか。私は、日本橋の浜町っていうところ。はい。横浜です。はい。3人のご関係は？1人がお友達ですか？はい、友達です。はい、私は保護者です。はい。はい、今日お母さんは？お母さん。さらにその上の保護者です。あ、そうですか。はい。わ、はい、かりました。アメリカは今日何日目ですか？今日は、4日目ですか。8日目です。はい、サンフランシスコを疲れる前、どちらの方を回ってこられました？グランドキャニオンの方へ、あ、初めロサンゼルスで、はい、その次ラスベガスの方行って、グランドキャニオン見て、それから昨日はヨセミテ公園ね、はい、でサンフランシスコです、はい、この後どちらの方ですか、回られるんですか？あ、ツツリ部長だ。いや、この後はね、この後はね、サンフランシスコはもう少し回って、はい、ショッピングでもして、はい、帰ります。あ、もう明日お立ちですか、じゃあ。はい、はい、今まで回られたところで一番印象に残っているところはどこでしょうか？じゃあ年齢順に行きましょう。私は、オプショナルで行ったユニバーサルスタジオが一番。ユニバーサルスタジオ、ロサンゼルスですね。はい。あ、じゃあ私は、ラスベガスで、ゲームやって商品取ったんで、グランドキャニオンですか。このサンフランシスコの街いかがでしょうか。今日市内観光をやってるんですけど、今日はあいにく の曇り空なんですけど、とってもいいところです。はい、日本に行っててすごく懐かしいです。非常にどこも歩いていけそうで嬉しいです。はい、日本をお立ちになる前にサンフランシスコ着いたらぜひこれを見てみようとかやってみようといったようなものございました？別にありませんけど、やっぱりゴールデンゲートブリッジを見たいと思います。はい、これから行きますけどね。はい、特にないんですけど、ないよね、特に。でもやっぱり夜景が世界三大夜景の。え、そうですか。え、みたいですね。はい、今日見えるといいですけどね。ちょっとお天気心配なんですけど、もしですね、この町機会ありましたら住んでみたいと思われますか？はい、はい、もちろんです。はい、それでは最後になりますけど、この場を借りまして日本のご家族あるいはお友達の方などに何か一言メッセージございましたらどうぞ。どうしようか。もうすぐ帰るかねとか。はい、アメリカにいるよ。はい、はい、すぐです。はい、それでは今日はどうもありがとうございました。はい、はい、気をつけて帰られてください。はい、はい、はい。